はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ね、今回、まあ、若干並び変わってて、何を持ってきたかっていうとね、バンギラスを持ってきたんですけど、まあ、バドレックス使ってるとね、イベルタルとバドレックスミラーが死ぬほどきつくて、まあ、それに強いポケモンといえばということでね、バンギラスを持ってきました。まあ、普通の HD の残飯なんだけど、まあ、役割対象が、主にイベルしかいないけど、投げるか。バドから入ってバンギかな。まあ、ワンムートランドロスがめちゃくちゃきついから、先にバドで圧かけておきたくて、で、ラストをどうするかなんだけど、バンギでステロ負ける展開になれば、多分イベルをいじめてどっちみち勝てるから、まあ、バンギが振り取った時にどうするかって感じかな。ザシアン、それから、ランドロスあたりと対面しちゃった時。まあ、一回までだったらバドに引いてから帰れるんだけど、メタモンを投げるっていう手もあるな、割と。それか、無限ダイナはちょっとさすがに不利取りすぎるよな。まあ、ランドは割と候補としてはあるんだけど。どうしようかな。だ、まあ、メタモンなんじゃないかな。ウッケイの並びで多分来ないでしょ。ドヒド出てこないと思うんだよな。ドヒドトドンが出てきてこう隙を見せてくれるんだったらランドで破壊しに来ると見えるんだけど、ちょっとそこがやりにくいかな。まあ、イベルさえ崩せば結局全部バドで締めれるから。ザシャンから来る、まあ、問題はここっすね。ただね、裏考えてもね、まあ、イベル引きが相手視点は無難に見えるけど、突っ込めるんだよね、ザシアン視点は。裏に置いてるのは、ただ僕メタモンいるから、オニビー入れて次メタモン引く動きでいいかな。で、即、イベルに引いてくるパターンもあると思うんだけど、あ、OK、それは僕ちょっと楽で、はいはいはい、ここにバンギー投げていけばいいから。まあ、ザシャンにオニビー入れたいっちゃ入れたかったんだけどね。あの、メタモンを直投げできるようになるから、強いんだけど。まあ、例によって、あの、オニビで物理力下げて、バンギでケアしやすくしてるんですけど、バンギ引きで。で、ここ即釣られると結構きついんだけど、どうだろう。ステロを巻きたいんだよな。ラッキーしか入れてなかった時はね、全然余裕で引かせてくれてたんだけどね。ラッキーをイベル受けに使うなって思われてたんだろうけど、こう引きが成立するとステロが負けて勝てるんですけど、あー、オッケー、一番安いのできたな。玉かな、玉。これ砂と玉と火傷でものすごく削れるからね。で、まあ、バンギ切るしかなくなるかな、これは。ここね、まあ、相手ザシアン引きだから僕ザシアンに引いてもいいんだけどな。でも逆にさ、僕多分パクった後がめちゃくちゃ楽じゃない？プラニだから、全部潰せると思うんだよな。セロで。で、イベルをこうやっていじめておけば、あの、最後裏が通せるから、燃えてんのも何気にでかいね。ステロ巻いて、まあ、バンギのね、こう砂と、あの、バドレックスの、タスキが、まあ、アンチシナジーだったりはするんだけど、まあ、それでもね、バドとイベルに対する強さはちょっとね、こいつ破格だからね。で、ここは、イカサまで切っていいかな。まあ、剣舞とかなんかされてた時はちょっと生きるからいいんだけど。まあ、ただここで僕が誰に引くかって考えると巨獣でいいんだよね。まあ、幸い、相手からすると幸いにも無道とかもいないから、そうなるんだろうけど。で、ここはメタモンからで。このまあ巨獣が、ド安定なんですけど、誰で止めに来るかだね。ザシアン処理できるんだったら、まあ裏を
裏次第だっちゃ裏次第なんだけど、技跡見たいの。あーこれまあ居住でいいか。でザシャン残してくる分には僕対面でバドで勝てるから、まあ多分相手ザシャン切って裏じゃないかな。3体目のポケモンをそれ出してくると思うんだよね。でザシャン切んないんだったらまあイベル切りなんだけど、そうするとバドが多分通りえぐくなるから、タスキはとりあえずケアされた。オッケー。でイベルじゃない方が見れると思うんだけど、ステロー負けてるからマンムーとかも通用しなくて、まあ、ランドに対してもザシャンの A プラ1が残るからって思ったけど、ランドか、居住で切りたいけどな、切っちゃいけない気もするんだよな。砂待って、最後のターンじゃない、最後のターンだよね。ここ相手ジェットって多分押せなくて、打ってくるとしてアースなんですよ。そこにバド合わせてみたいな感じがいいかな。なんか余計なことすることになるのは嫌なんだけど、で多分これ僕ダイマックス残せるから、ランドパクってダイマックス切ってイベル処理みたいな感じが一番いいかな。石化分しか食らってないっていうのもあるしね。あー普通に地震か、だったら僕突っ込んでよかったんだけど。でこれ相手サイクル回しに来たらステローでイベルがゴリゴリ削れるんで、それはそれでいいです。ここ普通にビットラね、一回でイベル溜まって分かってるから、ランドパクって一回ジェット押しちゃえば僕それでいいから。でまあイベルパクる分にもそれは勝ちじゃないかな。さすがに削れすぎてると思うんだよな、ステロで。あとまあランドがどうしてくるかなんだけど、いやでも結局ね岩技がこの後一貫するから、あー引いてきた。こうやったら今度はイベルパクるルートにチェンジですね。いずれにしても僕ダイマックスが残るからなんとかなるかなと思うんだけど、このビットが意外と入る。まあまあ入るね。相手あれか、玉ダメで落ちんのかこれ。まあ不意の有無によるんだけど、不意なかったらイベル落ちる、不意あるとまあ結局ランドメタモン対面になって相手だけ威嚇が、あじゃあ僕も威嚇食らうのか。不意ある、これお互いダイマックス残っちゃったな。ただ相手だけステロハイいるから、できれば残ってほしいんだけど残んないよね。イベルパクる方が強かったんだけどな。メタモン投げて、あのそうやったら僕あれか、殴ることなかったか、ネビとかなんかで適当に切ってイベルパクる形にした方が良かったな。これ待って、処理の順番どういう風なんだっけ。威嚇食らう、変身でランドロス、また相手の威嚇が入るのは分かるんだけど、僕の下がってる能力変化ってさ、リセットされる相手になるから、そうだよね、俺は勝ったわ。なんかとんでもない方なんだけど、マジか。どれが一番入るの、ナックルを打つのが正解。まあ、ダイマックスはした方が良さそうだけど、ナックルからかな、多分。多分ナックルロックロックやりませんか。ウォールがあるとね、スカーフを生かせて一旦コントロールできるんだけど、いやちょっとジェットライト持ってなかったな。いやバンギがあんまり目立たなかったっちゃ目立たなかったんだけど、あのイベルに楽に投げれてステロ負けてっていうので、まあ、バドレックス塾としてはね、信じられないほどイベルを楽に処理できるっていう。
で、これ多分スカーフの分とね、ダイマックス切れた後のスカーフの分と威嚇1回分の差で多分僕が有利だと思うんだよな。さすがに僕有利だと思うんだよな。ヒット目ちょっと負けるけど、タックル、いやこれウォールちょっとどっかで1回打ちたかったんだけどな。そうはいかないか。6から来る。あ、オッケー、こんなもんなら大丈夫かな。さすがに勝ったと思うけどね、これは。まあ、ステロで削れてるってのはでかいか。バンギの方がね、あと、あの役割対象が狭い分ね、なんていうの、回復に余裕はないんだけど、結局残飯でしか回復しないことを考えると、あの、なんか、なんていうんだろう、ラッキーみたいに、こう毎回卵を押さなきゃってなんないから、ステロ巻きやすいんだよね。これは6、僕6個押して勝ちっすね。確か2回以上殴るときはね、栄養上げてから殴った方が効率が良かったはず。1段階でも。いけー。これで締めて勝ちと。いや、なんだかんだね、バンギラス、まあ、扱いちょっと難しかったりはするんだけど、僕はまあ慣れてるから、全然あれなんですけど。いいポケモンだと思いますけどね。じゃあ砂とね、タスキが合わないね。それが難点だわ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ちょっと選出画面さ、録画飛んじゃったから取り直してるんだけど、ダイナ、あ、じゃあバドダイナ、バンギの順で選出してます。まあバンギが頬にもちょっと強いってのが偉くて、でまあ相手の後ねバドに対して1回引けるんで、まあ、初手は安定のバドからですね。言っても、まあゲロゲとかその辺考えると、バドから入っときたいんだよね。ミミッキュから来る。これはまあ無限ダイナに引いてからなんだけど、あの、初手お得意のさ、呪い身代わりのやつが嫌なんだよな。それだったらここ鬼火入れてから引きたいんだけど、まあ、僕あの、そういう不吉な立ち回りしたくないんでね、ちゃんと引きます。まあ、呪いがめんどくさいんだけど、あー、そのタイプね。まあ、電磁波も食らうならまだ無限ダイナみたいなところはあるから、ここはマジフレからかな。さすがに身代わり飛んでくるでしょ。あー、素引きもまあ別に構わないけど、孤立、これ相手ダイナ相当重いっしょ。これまあ毒入れてからでいいっすね。 C 下がったのでかくて、これ多分ほぼ相手の誰か一体には毒入ることになるから、いやー、しびれんのちょっと悪いな。ベイビー、これ打ち合うとね、割とあダイナ削れちゃうん。あ、火力あるね。アナライズだっか。さすがに火力あるか。削れちゃうんだけど、まあ、ポリツに対してもバンギ引けるから、まあ、毒入れてバンギ引くっていう動きで、ねえ、それ都合良すぎるからね、やってることマジで。おかしいじゃん。まあまあまあ、耳、毒入るならまあまあ、まだいいわ。こっちはこっちで処理が、ぐだつくやつだから。おー、都合良すぎるでしょう。ポリツでなんで一回霊廟したの。毒入ってよかったじゃん、そこに。って思いません？どうですか？マジフレで皮を割りにチョリックね。ああ、これしに来たのか。ああ、でもこのミミッキュなのちょっとあれだな、思ったより嫌だったな。このミミッキュか。まあ基本的に僕マジフレ連打でここはいいんだけど、ダイナの対応範囲がちょっと狭くなっちゃった。ただヘドロと毒でミミッキュありん削れてくから、ただね、これやばいやつ来た時にあのバンギに引けばいいだけだから、まあ鳳凰出てくんのかな。ここでポリツーコ裏バド
ぽい気も若干するけどな。僕バンギ相当刺さると思って投げてるんだけど、あんま刺さんなそう。塩下げとくのめっちゃでかい。バンギ即引きの、まあここでステロ巻いて砂絡めてポリツちょっと削っとけばいいかな。これで後々崩しやすくなるね。やっぱね、ステルスロックを安定して負ける構築の方が僕いいな、好きだわ。イカ様、このポリツさ、 HD なのかな、なんか突破できる気すんだよな。ただマジフル思ったら入るんだよな。まあいずれにしてもコステロで、なんか今ちょっとやたら長かったから回線切れたかなと思ったけど、まあ、大丈夫と。耳あたりが出てくるんじゃないかな。あー耳出てくるか。ただ電磁波トリックタイプって影打ち持たないんじゃないかな。でもまあトリックした後打てるのはちょっとあれだよな、使い勝手いいよな。ここね、あと相手ね、あのヘドローを返したくなるターンの話もあって、でバンギは割ともうステロ負けたから仕事としては十分で、まあ守ってミミッキー落ちてもらう手もあるんだけど、ワンチャン返してもらえるんじゃないかな。その手があるので一旦返してくれるくね、持ち物トリックしたくなると思うけどな。あ鬼ビー、あこれあれだな、バドで処理できるミミッキーな、最終的にはバドでいけるやつで、まあこれ再生からでいいかな。まあダイナめっちゃ起点になっちゃうんだけど、多分裏で僕きついポケモンがいないから、バンギ投げてるとね、あーまあ痺れるなら、でこれかえって痺れてよかった話あるね。向こうダイナこっから技選択できるからちょっとやりやすくなった。あーでもこれさ、ポリツの霊火で死ぬな。でもスカーフなんだよな、上から毒入れればいいから。あーバドー、はいはいはい、稲垣をされていいかどうか問題もあるんだけど、砂ターン問題もあって、ステロ入るのは正直めちゃくちゃでかい。あー稲垣かれていいかな。ポリツ最後どうやって詰めるかって話あるけど、ああそう考えるとまあバンギ引きか、さすがにバンギ引いといて砂がね、ここでたくまれると僕ダイマックス切らざるを得なくてちょっときつめなんだけど、ああ先にダイマ切ってくる。草原は割とやめてほしいよりかな。ただまあダイマなくなればお互いちょっと、お互いっていうか僕が楽になる話はあるから、ここホローとかだとめっちゃ楽なんだけどな、サイコとかアース、なんとも言えないものが飛んできたね。バンギラスしばける技で有名だから、マットショット媒体の、砂切れるっしょ。いやこれバンギでさ、アークガンガン押していけば崩せると思うんだよな最後。僕もダイマ切ってアークで引く、いいよ引くのは。だからこれアーク2回結局僕押せるからさ、3回押してもいいな。あのポリツがねめっちゃ削れるんですよ。てか D がしかも下がるんですよ。これは別に狙ってたわけじゃないんだけど、あの意外とこの、いややっぱね、砂とステロを絡めれる、あのカバルノンとかもそうだけど、崩しにはぴったりなんだよな、こういう補助できるやつが。バンギのヒットポイントまあまあ、あの大事にいけてるから、残飯使えるっしょ。あ、なんならポリッツこれ倒せるな、このまま次のロックで。多分このポリッツそんで遅いやつっぽいんだよな若干。ロックでいいっすね、普
通にバンギが強いままの試合だったわ。おるロックで相手だいぶバンギ重かったけどね。まあポリツの対応範囲が広いからそれでって話はあったと思うんだけど、こう砂とステロを絡めるとね崩されるっていう。いやバンギ使うのも1年半ぶりぐらいの気がするけど、いいねこのポケモン。いやそんな昔ではないね、さすがに。さすがにもうちょっと最近使ってるはずだけど。マドレックス、これはサイクルで詰めて勝ちルートだね。いややっぱイベルとねバドにはねやっぱバンギが一番安定するな、なんだかんだ言って。これはアークで終わりっすね。オッケー、やっぱ原点にして頂点っていうサムネ最近使いすぎてるからやめとこう。まあいいや。はい、バンギでした。お疲れっす。